マスターマセガです。結局ね、試乗させてもらったね、スズキの2014年の12月に出たやつかな、アルトのノンターボのね、X っていうやつをね買いました。結局、エブリーいうかね、60万円ちょっとでね、なんと売れるというね、ことでね、一気にちょっと買い替えてしまいました。で、これをねご覧になってる方はですね、ちょっとこの、あると気になってるから、見てあると思うんですけどね、これ今映ってるこのフェンダーの部分ね、この前のフェンダー、前輪の上のところ、これプラスチックです。ST のね、前フェンダー、後ろフェンダー、あの手法ですね。縫って同じ色で縫っといたら、結局その鉄でもプラスチックでもわからないじゃないかということでね、実際、見たら分かりません。トン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 と叩いていくと、確かに樹脂でできていますね。つけないか、いや、ところがね、軽くていいということで、だから巨大バンパーってことなんでしょうね。でこれ今ドアが開いてましたけど、あれね、実はね、全開にしてなくて、あれ本当は90度までドア開きます。で タイヤはね15インチを履いててね、乗り心地はね、超高級車は別としてね、何ら問題ないです。乗り心地はいいね。乗り心地いいよ。要するにね、車としてね、の出来はね非常にいいで、運転しててもね、割と楽しいですね。車や、俺も何台かね、こういろいろ車乗りましたけどね、最近ではやっぱりマツダのデミオがね、ハンドル切るだけで楽しいというね、なんやねんというね、感動がありましたけど、トランクはねちっちゃいです。こんな感じでですね、トランクスペースはあんまりありませんよ。でもちょっと乗せてみましょう。こんな感じでこう、これね、こんな感じかな。十分乗りますね。乗りますね。カバン1個は確実に乗ることが分かりましたね。でこれ閉めましょう。割とこれ軽く、ちょっと乗り込んでみましょう。僕は運転席にしか乗りませんから、後ろの席も試してもらったんですけど、後ろの席実は快適です。後ろはどうですか？快適です。快適ですね。あなたいつもね、その性能を重視しますね。ここが重要。乗ると必ずそこで、そこを枕にして寝ますね。いつもですね。大体そのパターンですか？ではその枕性能、 B ピラー枕性能はもうこれ OK ですね。足4つですか。あと助手席はどうですか？助手席はですね、まあ結構ね、俺ぐらいの身長でも、身長170、3、いや4か、73、4、3、どっちだったか、どうでもいいや。でまあね、とりあえず頭にゴツゴツ当たることもなく、当たることはない、それなりに、快適ですね。シートの座り心地も、いい感じです。足は余裕ありますね。割と伸ばせるんですよ。で何かあったら窓も開けれるし、ドリンクホルダーは、ドリンクホルダー見てみましょうか。あ、こんなところにゴクリと、これはコカコーラですね。あ、これコカコーラですね。体を蝕むコカコーラをちょっと久々に買ってました。で前のドリンクホルダーはこのように2つ、つまり4人乗った時にですね、全員がもうそのペットボトルを買うと、でここに入れとくってことですね。当たり前ですね。最近の車の例に漏れずね、いろんな電気仕掛けとかね、新機軸とかね、ただの普通の車じゃ売れないわけです。だからいろんなのが詰まっててね、そこのところにこうとっぷり使って楽しむ、そういう車ですね。本当にね、車、自動車っていうものを考えたらね、要するにこいつのバンを買えばいいわけですよ。こいつの4ナンバーを買えば、それで現代の普通の車で、そのバンでさえ言うなれば燃料噴射、コンピューターがいろいろ裏でやってくれてるんですけれどもね、最先端ですよ。一応これでね、ブレーキを踏ん で、スイッチを押すんですね。エンジンかかる。エンジンかかった。エンジンかかると、
自動的にバックミラーが今開きましたね。あ、まさかの、うん、おーと。で、そして、うん、サイド、うん、これ引きます。おう、引きました。いいね。これ、これナビもついてるんですよ。いいですね、ダウンタウンブギウギバンドから、ね、カードが挿入されていません。いいですね。いいですね。で、サイド下ろしてチェンジを入れました。チェンジっていうかドライブに D に入れて、あ、先にあのこれシートベルトちゃんとね、シート締めなきゃいけませんでした。これシート締めないとピー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 怒られるんですよ。はい、じゃあウィンカー出して、はい、出発しましょう。レッツゴー。左右の安全確認して、そうですね、左に曲がっていく。でね、これ見てください、メーター映りますかね。メーター、あ、あります。なんか青ですね、なんかね、青色に緑になるように走るとほう、ガソリンがあんまり来ない。ああ、燃費いい走り方みたいな、うん、なんかね、だから自然になんかね、あの、うん、節約、せこ、せこい優しい運転になります。いいね、ですね、うん、あの緑になるように走ってたら自然に。あ、緑になりましたね、今なったでしょう。なりましたね。なるんです。ていうか、多分これ運転中気になるんじゃないですかね。あ、見てください、板車映りました。板車、おっと、おっと、これは、おう、あ、すげえ、ララ、うん、ララポートに初めて見た。あ、これ板車、何倍板、何ぼでもあるけど板車もあるんですよね。 こういうふうにね、うん、下り坂になるとね、うん、充電を始めるんですよね。充電、そこで、ね、あなたのケツの下に電池があって、うん、その助手席には、うん、そのケツの下に、うん、電池を、じゃあやっぱあるといい車ですね。軽いからね、うん、スイスイ走るという意味で運転もしやすいんですね。運転はね、めちゃめちゃ柔らかくてね、うん、なんかもう本当ちょっと前の普通車みたいですよ、本当、うんうん、終わったね。試乗させてもろてね、思った、もう軽やから我慢、何かを我慢するとかね、そういうのはもうなくなったね。もう普通に走る、うん、ほんで、まあ、つまり、うん、普通の車よりもな、こう使い勝手がええっつことですね、うん、まあ、その理由は何かっていうとね、うん、非常に単純な話で、うん、幅が狭いからどこでも入れるってことなんですよ。なるほど、うん、てか今なんかエンジンかかろうとしましたね。うん、今のはね、あれはアイドリングストップするってことですね。ああ、なるほど、静かっすね、うん、アイドリングをストップすると、まあ、そのアイドリングストップでストップしてる間に、うん、その分のガソリンを稼ぐというか、なんとしてでもその燃費を良くしたいという節約やな、うん、そういう考えなんですね。結局気づいた、あ、ここメーターついてる、メーターが今あっちの白になってます、ね、この白になってる時に、うん、要はその位置エネルギーをね、うん、利用して高いものが下に落ちる時にはこれ力いらんでしょ、うん、つまりそもそもその高いところにあるやつ自体がすでに位置エネルギーを持ってるっつうことですよ、うん、それを無駄にせんと、まあ、その充電しようじゃないかと、うん、転がり落ちる力で発電機を回そうじゃないかと、うん、そういうもんなんですね。画期的やね、うん、例えば山とか行った時って結構いい感じじゃないですかね。だから山の登ってその下りでこう充電 しまくるというね、うん、充電するのなかなか楽しいんじゃないですか。充電楽しいですよ。だからこれがこうもっとどんどん良くなるとね、さらに良くなるんでしょう。さらに燃費は良くなるんでしょう。この辺加速もね、CVT ですけれども、うん、なんかね、アクセルの上に足置いてるだけで、もう知らん間にスピードが出てるって感じで、うん、全くエンジンがうなったことがまだないですな、うん、700キロから800キロになりましたけど、ワーンとこううなって加速っていう、そんなシーンがない、うん、緑ですね、うん、これね、真面目運転する感じですね。あ、今ちょ一瞬だけ白いがありますね。あれはだからアクセル離したらもう即充電しようって。でこの充電する時にね、やっぱ転がりの力が減るわけですね、うん、つまりブレーキとブレーキのつもりでブレーキになりますね。弱いブレーキを自動にかけてくれてるというね、うん、そんな感じで、だからこのね、充電ブレーキを見越して、うん、最近はなんかアクセルを離すようになったね。
安全になりますかね。前の信号がそうしたらあんな風に赤やったら、もう完全に離してしまってずっと充電さすわけですよ。充電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 って感じで、転がし充電と転がし充電と白ですね今。うん、でね、この白いやつがやると、この見えるかな、この電池マーク、この電池マーク今1個でしょ。1個ですね。この電池マークがね、どんどん増えていくんですよ。ほんならお前のケツの下にある電池が増えて、電気の容量が増えて、でアイドリングストップする時間が長くなったり、なんかクーラーが弱なったりね、まあ電気仕掛けでいろんなことを勝手にやってくれてるってことなんですよ。すごい車やな。加速がいいんだわこれ。知らん間にどん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 、今度60キロ出てますからね。何のエンジンも音もなく、いい時代やなと思うな。もうすでにまた充電してるんですよ。充電し続けるわけですな。転がして充電、転がして充電。バックのね、バックルームミラーの後ろに、前にね、これ映りますか、こいつがね、これね、これが要は、おかま防止装置、なんかここからね、なんかこう電波を出して、なんかコウモリの原理ですかね、きっとね。わかりました。で、その前の車に、例えばあの担当にお釜掘りそうになったら、俺がボーっとしとってね、このアルトが、まあ、何してんねんってバーンとブレーキかけてくれると。CM でやってるやつですかね、勝手に止めてくれっていう。まあ、試したことはないですけれどもね、うっかりしてる時にその車がね、この車が人間のそのミスを助け、ミスをカバーしてくれると、そういう意味じゃいいでしょうね。だからあんまりね、何でもかんでもそのカバーしてしまうとね、もうアホでもね、どうしようもないやつでも車が運転できることになりますのでね、これも困ったもんですけれども、だけどうっかりって人間ありますからね。そうですね。まあ、この機種っていういい装備でね、俺はこれがもしオプションやとしても、この自動ブレーキ装置はね、俺多分つけてたと思いました。これも最初からなんかついてましたけどね、つけようと思いますね。まあ、なんで今充電中ですね。もう充電生活ですよ。もうずっと坂とかね、充電生活ですよね。こんな感じでね、細いところのね、まあ、今離合しましたけどね、この軽自動車のええとこっていうのは、もうちっちゃいからどこ入っても怖くないっていうことですね。オートバイと比べますんでね、はい、まあ、どんな車に乗ってもね、要するに快適なんですよ。オートバイ乗りの僕にとってはですね、どんな車でさえもペターンと座って、ハンドルをくるくる回ってたら勝手に走るというね、そういう代物ですのでね、まあ、入れてくれる親切やね。たまにこういい人があるんですね。あ、優しいですね。こう人の情けにすがってこういう感じでね、割り込むわけですよ。とは止まってる時静かやね。この静かな理由はエンジンが止まってるからですな。ですね。これもなんか慣れないで、うちはなんか変な感じだけど、もう当たり前になってね。俺は好きやね。まあね、いい車です、これはね。これにSエネチャージがついたら、皆さん即買ってください。即、はい、まあ、どっから A 地点から B 地点までその移動するのに車買わなあかんなと思ってる、そういうような方はね、S エネチャージがついた時点であると迷いを捨ててすぐに買うべきですね。それほどいい車ということを僕は断言します。お、断言した。鈴木ファンとか別に、ね、そんなわけでも全然ないですけれども、GSR もあるとも、なんですかな、ほんとすごい実用に降ったっていうね、その現実味のあるところで本当にみんなの欲しい必要性能を提供してくれたっていう、それ俺ね、鈴木貧乏人の味方やで、俺はそういう意味で好きな会社です。ここ見てくれ、ほら、ね、いろいろ勝手なこと言ってまいりましたけどもね、売りのリッター37の燃費、まあ実際そこまではいきません。まあ、20キロちょっとと見といたらいいんじゃないでしょうか。まあ、運転が楽しいからね。で、車が1リットル20キロ走ってるってすごいよ、やっぱ。